なあ、聞いてくれ。こんな時にすまないが、お前に大事な頼みがある。この扉の奥には俺にとってどんな財宝よりも大切な奴がいる。そいつをお前に助けてもらいたいんだ。そうしてあてもなく旅を続ける中で、俺は預言者を名乗る男と出会い、そいつからとある予言を受けたんだ。伝説の宝珠を集め、地の底で出会う勇者に力を貸せ。さすれば、お前の贖罪も果たされるだろう、ってな。こっちだ。この奥にあいつがいる。お前との旅の中で、俺なりに考えていたんだ。もしかすると、勇者の剣の力なら、この呪いも打ち破れるかもしれない。頼む！お前の力を貸してくれ！どんな姿になっても、こいつは、前は俺の妹なんだ！寂しくて怖くて、でも最後はあったかい夢。その夢の中で兄貴たち俺のこと助けてくれてた。ごめんな、マヤ。うん、よし、いいよ、許してやる。予言は本当だったってことか。ありがとうよ。おかげで俺の贖罪は果たされた。今度は俺がお前の期待に応える番だな。よろしく頼むぜ、相棒。